じゃあ、これから、細かいものは向こうでみんなで今手分けして、いろいろ計測していくんだけど、まず大きいもの、もうこれ確定というものに関してですね、これから測っていきたいと思います。で、まあ、今回は、まあ、大きいものといっても材木ばっかりだったので、こいつのですね、長さ、ね、幅、丸いものであれば直径を測って写真を撮ってですね、一個一個ナンバリングをして重さを測ります。で、ここのゴミの量ということにしていきます。じゃあ、順番にですねやっていきます。で、今ですねこの材木見てもらってもですね、天然から流れてきた、これ本当台風だとかなんかで沖に流されたなと思われるものもあれば、人間が一度活用してその後ゴミとして出てってやろう材木、これ見てなんとなく分かりますよね。板になったものも、これまあ分かりませんけどね、こういった天然っぽく使った後にゴミになったものかもしれないけど、基本的にはまあ天然出てきたと思われるものと、2つに分けながら測定してみましょう。ですから最初じゃあ天然の方を順番に、はい、じゃあ選んで、ね、選んでやっていきましょう。じゃあそこのですね、ところに撮影番号1っていうのがあるんですね。これを1番にします。はい、詳細は鉄器でいいですか。そうですね、ここにですね、ちょっと見てもらうと、いろんな大区分、中区分、小区分とあるんだけども、今天然系の中で流木ね、これを流木ということでやっていきます。はい。36キロ。はい、下ろしなさい。じゃあ測り返しておいて。はい、はい、じゃあ36キロ。はい、OK。